回のあらすじ、一家団らんを見て和んだり、防衛戦リベンジをしました。これで隕石降ってきたらどうする？さて、ワイワンはいるかな？あ、いたよ、ワイワン。115レベルのオスのワイワン。欲しい、これ。行くぞ、行くぞ、やるぞー。は、え、終わった、終わった。ワイワンちゃん、やーとか言ってたのにさ、一瞬で、いなくなったじゃん。あーすごいかっこいい。あ、見て、燃えた。死んだ。あ、あれ手に入ってる？あれ、あー手に入ってる。火の鍵爪手に入ってる。わしは3個持っておるよ。あ、3個持ってる、ナイスじゃん。めっちゃいるよ、ここやばくない？めっちゃ湧いてるよ。めっちゃ強いんだけど、これ。でもこれ15レベルじゃないじゃん、これ。なにこれ、全然倒せないんだけど。何レベルだったん？ 50 レベル？ギガノトは気をつけるんだ。待って待ってし、はい。あー強、一回帰ろう、そんなんで。あー、ギガノトの心臓手に入れた、入れた、すごい。はい、じゃあ一回そんなんで帰ろう。取れますね、鍵爪ね。これで必要個数を集めるんだ。なんなんこのレックス、マリア壊れちゃった。またやった。アルファかもしれないのじゃ。アルファティラノってことなんだ。の汚染バージョンか。なんか読めない英語書いてあって、何かと思った。愛しのティラちゃんが切んない、切んない、切った切った。顔を真っ赤に染めておるよ、可愛いやつ。あー、キワティラちゃんが湧いたぞい。ティラちゃんが湧いた。あー、ティラちゃん、いいやつください、いいやつください。何を狙っておるんじゃ。なんか銃とか、銃とか、銃とか、銃とか欲しいです。ほんとだ、アルファソリケラかっこよー。心臓しかなかった。心臓しかない。なんか面白いアイテム落とさんの。なんだ、これか、これか。行くよ、行くよ、はい。叩きたい。めっちゃ叩きたい。あー叩きたい。そのジエのお尻を叩きたい。あー愉快じゃん。あー愉快じゃん、めっちゃ。いいね、これは必須かもしれん。この顔とね。良いですね。はい、そしたら行きますか。行くぞー、雪山洞窟リベンジ、行くぞ。行きまーす。はい、着きましたー。よし、行きまーす。蹂躙するぞー、この前の恨み。降りないようにな。降りない、降りない。 E キーから手を離そう。そうだ、光るギガノトじゃ。本当だ、光ってる。いいじゃん、発光ギガノト。ジョンがいっぱい来てるよ。我が家でゴリラの通称ジョンだから。あ、ジョンはメスだよ。オッケー、なんか奥の方が明るいよ。うわ、綺麗。クリスタルアイルスみたい。あー、広い場所に出ました。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。おー、すごーい。
帰っちゃける。へいじゃん、ハワイユ。前からもジョン、後ろからもジョン、こんにちは。あ、すごい綺麗。全然行き止まらないんだけど、見て滝がめっちゃ綺麗。三段の滝、綺麗。あ、後ろからジョン、わあ綺麗。めっちゃ綺麗だ。あったー。アーティファクトじゃない。ちょっと水が怖いけど、なんかいない。クマが水浴びしてる。クマが温泉入ってるみたいになってる。かわいい。おー、アーティファクト来ました。はい、取りまーす。ダン、虚無のアーティファクト。へえ、かっこいい。ゲット。かっこいい。見てこの装飾、めっちゃかっこいい。魔王がいるね。あ、来たのでは。あ、来た、来ました。あ、すごい綺麗。ここ雪の結晶みたいなマークに見える。サモンアイスタイタン。アイスタイタン、アイスタイタン。スピノサウルスの頬、テリジノサウルスの爪、汚染された心臓、虚無のアーティファクトが必要です。テリジノだって。テリジ買ってないわ。あー、とりあえず最新部まで来ました。リベンジになった、よかった。あとはなんかもうちょっと探検しよっか。ちょっと分かれ道がいっぱいあったから。びっくりした。今ギガノトが出たんかと思ってびっくりした。ここは通さぬぞ。ここは通さぬぞじゃないんだ。ひどい。びっくりした。それは勝てんと思った。死だと思った、死。500レベルくらいのギガノトじゃない。500レベルくらいのギガノトは死だと思った。足湯だわ。昼着、あ、アーティファクトあるよ。2個目かな。あ、違う、嘘です、違う。クレートがあったよ。おじ、降りちゃダメじゃぞ。降りちゃダメだ、降りちゃダメだ。クーマ死ぬぞ。ちょっと水の中かき回してから、何がいるかよく見えないけど、ちょっとかき回してから。はい、取りまーす、取りまーす。はい、よいしょ。名工の革のズボン、使わないのじゃ。あと至高の長槍の設計図。革のズボン、どうですか、私の引き。ゴミなのじゃ。ゴミとか言うなよ。革のズボン、暑い日に履くかもしれん。あ、はあ、待って、頑張って下げて。はあ、はあ、綺麗。すごい、めっちゃ綺麗。はあ、何だいこれ。帰る帰る。よいしょ。滝の裏側開ける。シャキーン。滝の裏側。あ、ここにいた。すごい、住めるじゃん。毎日びしゃびしゃ。あ、いいよ、そのぐらい。あ、いいじゃない。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じ。ギガノトの滝よ。やばい、滝行なめてんな。滝行なめてる G がいるぞ。あー、いい湯じゃったの。次はどんな温泉があるかの、おじいさん。サウナじゃな。サウナ。サウナはないだろ。
今日は4人で温泉旅行だな、おじいさん。死んだばあさんの遺灰を持ってこないとじゃろ。ばあさん役だと思っていたのだけれど、死んだばあさんだった。あれ、死んだばあさん飾りかけてる。え、これ入り口？あ、入り口だ。え、迷路なんだけど。帰りますか、じゃあ。帰る。あ、なんかここ賑わってない？それじゃあ。